瀬戸です。前回から引き続き、はい、一番人のポップアップストア、はい、サンリオさんとのコラボのポップアップストアで、こちらにお伺いしてますが、はい、実際サンリオさんとコラボさせていただいているものの、うん、はい、まあ、僕らもちろん知ってるよね。いや、まあ、それはもうなんかサンリオさんのキャラクターを逆になんかね、そんなの聞かれなの。さて子供からさ、子供の時からで、ね、で何をおっしゃってんですか。なので、まあ、もちろん知ってるであろうということで、うん、今回お絵描き企画を、はい、用意しております。はい、サンリオさんのキャラクターの名前を、はい、今からお伝えするので、まあ、単純にそのああのキャラクターねと、はいはい、さらさらさら、うん、発表。おお。絵を描くってことですね。そういうことです。じゃあ早速ゲームやっていきましょう。よし。はい。どうした？1問目、バットマン松丸。はい、来た。バットマン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 松丸くんね。オッケー。じゃあ皆さん終了ということで。はい。こう行きましょう。ああ、そうしよう。最後長さ。はい。ああ、そうしよう。そうしよう。バットマン。バットマン。バットマン。知ってますよ。めちゃくちゃ知ってる。だし、一瞬で書きました。はい。どうぞ。オープン。あいきなりだな。いや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 、文字は入ってないだろ。いきなり。バットバツ丸じゃない。オはやめて、オは。バツ、オは丸。だいぶ悪役だね。モラさん、まあまあいいキャラじゃん、それ。かわいい、かわいい。仕上がりが。かわいい、かわいい。いいな、なんか。いや、それいい。かわいい。前回のお客結構思ったんだけど、モラちょっと絵うまくない。いや、意外と、意外といけるのかもしんない。え、バツ丸くん。100% 正解だと思います。まあ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 、じゃあ、はい、まあ多分正解は後で。じゃあ僕いきます。はい、バット松丸くん。はい、じゃあ、ダン。かあ、これもこれで。なんだぞこれさ。もうどこが目なの？何が目で何が？いや目はこれ。その下はバツ、まず2つは何？これはその松丸くんのバツ。これね。いやでもなんか記憶としてね、尖ってた気がする。はいはい、確かにね。でもね、そこは評価してほしい。もし尖ってた。うん。はい、死なない。手がバツなんだよな。ネクスト。サザル君は黒髪でこうツンツンしてて、目つきがちょっと悪くて、でちょっと男の子っぽいキャラなんですけど、僕描きました。これです。サンリオに入れないよ。こんな子。タキちゃん、ドハマりしたな、これ。割乗りだよね、これね。良くないね。良くない、良くない。こんな結構いいやつ、ちょっといいやつ、次。いや、やばいんだけど。続きまして、タキちゃん。これやばいかもしれない。はい。これ結構やばい。目がバツで、口が丸。そうね。まあだから、結果みんなもそうだよね。だからどっかにバツが入ってるということじゃないね。バツ入ってた。バツ入ってる。ほら、ちょっと踏まえてミュート。ちょっとミュートオープンしてみよう。ミュートオープン。これね、全部の特徴捉えてるから、とりあえず。あ、でもね、でもなんかね、あら、でもなんか、似てる。あ、でもなんかちょっと、並びたら兄弟感出てる。いや、俺はまだサンリオキャラクター。うん。もう筋肉マンだよ。じゃあ、目が悪い。想像してんのに。目つき悪い。ツンツンしてる。どう。あ、まあ、特徴はね。特徴は松丸くんこんな感じだよね。ね。まあ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 。で、まあ、くちばしなんですよ、多分。多分。そうだね。尖ってんだね。はい。長津。長津が思う。バッと松丸くん、オープン。うまいじゃん。うまいじゃん。お前結構すげえな。お前すごいね。じゃあ踏まえ正解を見ましょう。正解こちら。ドン。おお。待って、近くない？俺も。いや待って近くない？じゃあみんな自分売り込み始めないか。進行がそれやっちゃダメよ。いやいい。いや長津、まあだからそう、やっぱこの頭のギザギザね。あと俺はボディーバランスが似てるでしょ。あボディーバランス。でも結構体かくって結構ミソだね。そう、確かに長津かな。これガッツはやっぱちょっとなんか目が違ったな。なんか俺一番遠いな。プリンちゃんね、色だけわかる。多分丸いんだよ。丸いんだよ。じゃあポンポンプリン、モロが描いたポンポンプリンです。オープン。だからあのさ、あの文字書いちゃダメよ。あ、ポム
やったと思うんだけどな。いやプリンって頭にプリンのせりゃいいの。そんなキャラいる？わかんない。いやその頭にプリン、うん、っていうのはそのアプローチは一緒。可愛い。待ってそれ可愛い。怖くない？でも可愛い。可愛い。いけど足が6つぐらいある。なんかそう芋虫の足なんだよ。虫じゃんそれ。じゃあ手だよ。手だよ。見ないの。こうやって歩くでしょ。ベル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 足ベルベルみたいな。サナピどう？じゃあサナピ。俺サナピ好きなんだよ。サナピが描いたポンプリンって耳も垂れててプードルっていうかさこうダックスフンドみたいにさ耳の垂れ方してるみたいな。出してくれ。確かね。出してくれ。それ。うわやば。やば。やば。またムポムプリンやばい。なんで絶対喋らせんの？絶対喋らせんのよこの人。やんか。うわ。うわ。え待ってサナピの絵のタッチってそっちだったっけ？やばいね。わかる違うよね。違うよね、サナピの絵って。だってプリン食べかけじゃんそれ。もうそうだ。口元。うわすごい。プリン好きなマダムじゃん。ただあれちょっとだから毎回サナビの次結構きついんだよ。確かに確かに。じゃあハギちゃんの描いたポンポンプリン、こちら。俺は近くもないし、遠くもないんだよ。じゃあなんかあんの頭に乗っかってんの。あ、いやそれは頭に乗っかってる。頭に乗っかってるよ。なんかそれはなんか痛い。なんか次元爆弾の爆弾みたいな。違う違う。プッチンプリンの、あの、あ、プッチンプリンね。まあ続きましてじゃあミュート。俺もうねマジで正解。な正解だねそれは。ああ。ほらほらほらこれこれこれ。それだ。そうそうそういうことそれ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 やばい。こいつマジやばい。じゃあ先生お願いしてもいいですか。俺ちょっとね違うのよ。え？ちょっとこれなんじゃないか。ちょっと違うな。なんだそれ。見たことあるじゃない。ちょっと違うか。富士山仕様。これね、こんな感じだったんじゃないかな。一番近いんじゃないかなと思ったけど。夫婦じゃない。夫婦だね。正解を。はい。正解を。え、何？マジで。ポンポンプリンこちらです。おお。ハギちゃんも近い。でもこのなんかボタンみたいなのあるね。ほら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 。ボタンみたいな。ほら。意外と近いっすね。近い。ハギちゃん似てるよ。ハギちゃん、ポンポンのプリンニーおじさんだ。プリンニーおじさん。おじさんだけど。なんか似てるな、似てるな。でもまあ、日産ハギちゃん近いわ。すごい。マジでダメだったな、俺。なんかダメなんだよな。ラスト問題は、はい。リトルツインスターズです。うわー、なんか。リトルツインスターズ。リトルグリーンモンスター。あの、歌うまい人たちでしょ。リトル何？リトルツインスターズ。リトルツインスターズ。ツインスターズ。ツインスターズ。ツインってことは2人いるな。はい、ではツイだな。2人いるんです。ツイだぞ。ツイだぞ。え、初めて聞いたよ。え、待って、わかんねえよね。では、モロいいですか。はい。じゃあモロが描いたリトルツインスターズオープン。こうなっちゃうよね。どういうこと？リトルツインスターズ。あ、もうこういう、そう、こういうやつだ。サンリオにもヒーローがいると思ってる。こういうやつ。あ、ヒーロー、ヒーロー、ヒーロー方面。ヒーローは、まあでもその要素を全部入れてるわ。そう。でももう1個は入れてない。何？リトルじゃねえ。リトルじゃない。リトルじゃねえわ。ロテンクスみたいな感じなんで。これはリトルツインスターズ。確かに。リトルじゃねえ。これリトル、リトル。これがリトルツインスターズ。リトルツインスターズ。ちっちゃい。かわいいな。ちっちゃい。ちっちゃい。かわいいね。ちっちゃいけど。すごいかわいい。スターは何？真ん中にだけ入れたいんだ。で、こっちはハートなの。ああ、そう。だから個性はやっぱ出してくんじゃないかなと。ああ、なるほどね。サンリオさん的にやっぱそう、ちょっと違うやつを描くんじゃないかな。はい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 。なので、髪の毛も違う。髪の毛も1本と2本。リトルツインスター。はい。ちっちゃい。ちっちゃくていいでしょ。じゃあちょっと一回逆でやってみる。うん。じゃあ一回描けちゃうの。リトルツインスター。はい、行こう。もうシンプルですよ。あー、人手間じゃん。人手間。海の生物系もいるかもしれないよな。あー、確かに。じゃあ、サナピ入れましたか。あの、ステッキをね。ステッキ？ステッキなんて文字。いやいや、ステッキを持ってるんだよ。じゃあ、サナピはなんか分かってる。あのね、なんかね、ぐるぐるに巻かれたステッキを持ってる。あの、水色とピンク。魔法みたいな。魔法使える系の。こういう系？
あ、そうなの。俺マジの、あのね、水色の帽子とピンクの帽子なんでしてんの。へぇ、だから今回自信あります。うん、じゃあサナピが今のところ唯一、その、なんとなく多分、多分めっちゃ想像できてるってことでしょ。うん、あ、これだろうな。自信ある。では、サナさん、リトルツインスターズ、オープン。こちらです。リトルリトルじゃない。やばい、やばい、やばダメです。やばい、やばい、キラッキラしてる。キラッキラしてるよ。二丁目感すごい。二丁目だよ、俺。二丁目のリトルツインスターズ。僕芸人だ。さらにもうこれフリップ芸でしょ。ちょっとあのもうちょい色とか入れれたら分かったかもしれないんだけど。やっぱ。やば。なるほどね。だって俺たち結構免疫ついてたもんな。これに。うん。で、まあよし来るなって思ったけど、全然3倍ぐらいすごかった。いやもうすごいよ。じゃあ画力。画力がいいね。いや迫力あるね。ちゃもろいこれ。好きだわ。目がちょっと変だもんね。多分あれの子ね。と思うんだけど。それなんだ。よく席持ってピンクと青もサナピーしか知らないから。まあまあこの辺まではじゃあれですけど、ちょっとミュートちょっと戻してもらってね。まあ俺はマジでちょっと知らなかったんだけど、まあでもまあリトルツインスターズではある。俺はお願いします。オープン。はい、おお怖い。なんか同じ。待って、なんか俺の場合もうくっついてるから、リトルが。まあでもちょっとなんか年を取ってんのかなみたいな、ちょっとこの。あ、逆にね、意外と吉本のもうすごいフル株のコンビ。フル株師匠。声も小さい。でも小さい小さい。聞こえないんだ。聞こえない。タイムラグ。僕もでも、ね、兄弟なのかなみたいな。うん、いや僕これなんですけど。あ、なんか近い。あれ？待って。キキちゃんとララちゃんなんじゃないかなみたいな。キキちゃんララちゃんもあるもんな。キキちゃんララちゃんだよ。あの二人を多分ツインスターズって言うんじゃない俺は。あった。え、そうなの。そういうことかなみたいな。じゃあ正解見よう。多分ね、リトルツインスターズ。じゃあリトルツインスターズ正解お願いします。わぁ、わぁ、めっちゃ合ってんじゃん。リトルちゃん、え、すげえ。待って、すげえ。マスターは、え、ユニット名ってことですか。いや、すごい。なるほど。素晴らしい。でもそういうことか。ってことはじゃあもうサナピーは、じゃあほらめっちゃ食べてる。キキララってこと。そう、リトルツインスターズ。やべえ。これに杖持たせた方が良かった。近いよ。杖持たせたら多分。これ近くで見たらこれなのかもしれない。遠くで見たら。遠くで見たら。双眼鏡見てみたら。リアル、リアル。リアルはこれだったかもしれない。まあ今回でも、まあ長津のね、やっぱさ、キキララってなんか目と目の感じとかはやっぱり。でもやっぱさ、キキララってことに気づいたのが。そうそうそう。そこもね。だってガッツンちのさ。そうだ、犬は。キキララちゃんって言いますからね。キキちゃんララちゃんっていうぐらい。だからね。そう。素晴らしい。いや、生きてます。これ果たして本当に、オンエアされるのかって思うかね。ちょっとわからない。わからないですが、サニオっていうワードで。入ってみてくれたサンリオファンの人が嫌いにならないでほしい。ぜひね、サンリオファンにも小田ちゃんも愛していただいて、いただこうかなと思います。はい、サンリオファンの皆さん、大変申し訳ございませんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。以上、セモノでした。バイバイ。